まあ、まあそんなこと言ってもそのチームがまず勝たなきゃいけないということを考えれば、はい、田島がまだ準備をしていなかったという可能性もありますからね。一桁バッティングはサード、ここはドロウェー、早かったですね。ドロウェーの守備変わったところにボールは飛びますね。